こんにちはカシャール一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます今日は、えー、プーチンは実は核のボタンを押していた <laughs> こういうテーマについてお話をこう思いますまずねあの非常にこう10月は結構危なかったんですよそういうのはねどういうことかどういうことかわかるかというとこういうことがわかるんですねあのロシア国防省は23日ショイグ国防省が、えー、同日オースティン国防長官と電話会談しベロのね国防長官による首脳会談があったんだと23日ね、えー えーえーえー、ウクライナ情勢を協議したと発表したと、えー、通信アプリンウクライナ大したと両者は21日にも電話会談をしたばかりと21日にも電話会談をして23日も会電話会談をしたこれ何を意味するんでしょうかね皆さんどう考えますかやはりこれ事態が相当させてまっていたとこう考えるべきでしょうね、えー、<laughs> まあねで米国防総省によるとオースティン,ン長官は ロシアによるウクライナでの非人道的行為などを悪化させるいかなる口実も受け入れられないと強調したこれ何、えー、っと非人道的行為を悪化させる口実とは結局何だったかというとウクライナが核を使っているとそういうあら,ぬあらぬ主張だったわけですね。まままあちちょょっっとととね、ねそのにについてちょっとまず、ね、最初の説明します、まあ、ウクライナに、ね、迫る核の危機と まあ核といっても、ね、いわゆる核爆弾じゃなくていわゆるダーティーボムとこういうやつなんですよね。まあ、これを、えー、エクスプレス紙からちょっとお伝えしますね。核テロの恐怖はプーチンが厳しい結果に直面することになるという警告を発した、えー、ウラジミール・プーチンは、えー、ロシア人をターゲットにしたダーティーボムの経過があるという主張を調査するように、えー、国連に圧力をかけておりこれはエスカレーションの効率となるということが懸念されていると。 ウクライナで放射物質を詰めた汚い爆弾を爆発させれば厳しい結果を招くだろうとアメリカは警告していると一方ロシアはウクライナにウクライナが自らそのような装置を爆発させようと企んでいるという主張が西側諸国によって全面的に否定された後、国連を巻き込もうとしているとだからなんとかね自分のなんか自分の国が、えー、っと使ったんじゃないよっていうことを説得するためにいろんな方向にこう交渉を仕掛けてるわけですね。 まあでも誰も誰信じませだってウクライナのが勝ってるのにダーティー自分の祖国に対してダーティー部を使うという発想自身がないじゃないですかありえない話ですよね、まあ、ロシア本国に使うっていうことだったらありえるでしょうけどそしたら逆にウクライナが核で攻撃されるかもしれませんからそんな馬鹿なことはウクライナはしないとそう考えられるわけですよだからこうやっぱりこのロシアは嘘がつくのが下手かなと。 <laughs> そう思う思んですね。もうちょっと読んでみましょうかロシアのショイグ国防相はフランスのルコルヌ国防相との電話会談でウクライナのゼレンスキー大統領に対して嫌疑を呈したこの発言を受けて英米仏は共同声明を発表しウクライナがそのような動きを計画しているとの指摘に反論するとともにショイグの発言はエスカレーションのための口実であると述べたと「なあお前ロシア嘘とだ嘘発表機関け」とそう言われてるとこういうことなんですね。 一方、英国議会の防衛委員会の委員長を務めるトバヤス・エルウッド議員は、クレムリンがウクライナに責任を負わせようとする偽旗作戦で、ロシア,ロシア自身がウクライナでダーティーボームを使用するための道を開いているとの考えをエクスプレッシに示したと。ウクライナのゼレンスキー大統領は、月曜日の夜の演説で、ロシアの非難はモスクワが自らそのような攻撃を計画し、ウクライナを非難する兆候であると述べたと。彼はこう説明した。 ロシアが電話,電話してきてウクライナが何か準備していると言われてもそれ,それは一つのことが意味しているロシアはすでに、えーえー、このすべてを準備しているんだということだとまた昨日国防省のネットプライス報道官は次のように述べた我々は、えー、核兵器の使用がもたらす深刻な結果についてロシア側と非常に明確にしてきたロシアが汚い爆弾を使おうが核爆弾を使おうが結果は同じである。 これとは別に英国と米国当局はモスクワが、えー、汚染爆弾や核兵器を使用する決定を下した兆候は今のところないと述べた。ホワイトハウスのジョン・カービー国家安全保障担当報道官は記者団にこう語った。我々はロシア側による核兵器使用の準備は何もないと見なし続けていると。また、昨日ロシアは、 キエフに関する主張について国連に書簡を送り外交官はモス,モスクワが連日の非公開会合で、えー、アンポリにこの問題を提起する予定であると述べたと。でアントニ、えー、グ,ラグテーレス国連事務総長に送られた書簡の中でロシアの、えー、ネベンジア国連大使は次のように述べた。我々はキエフ政権による汚い爆弾の使用を核テロの行為と見なすと。だから ウクライナが使ったんだとロシアが一生懸命言ってるわけですね。でロシア国防省はウクライナによるダーティーボム攻撃の目的は結果として生じる放射能汚染についてロシアを非難することであろうと述べたと国防省はこのようなシナリオを想定し、えー、放射能汚染の状況下で任務を遂行する部隊と資源の準備を始めているというと。えー、っと国連の各官視団はロシアの主張に対する明白な反応として ののの要請にににより数日中にウクライナの2つ官をを派遣するる準備をしているこの2箇所はすでに査殺の対象になっており1箇所は1か月前に査殺されているというとロシアの国営通信 RIA はこの作戦に関連した2つの施設として中部ドニプロペトロフスク州の東部鉱物濃縮工場とキエフの核研究所を特定した IAEA、e、の声明では さ施設の名称は明らかにされていない。なロシア軍が9月に戦場で大敗,大敗して以来グラジミール・プーチン大統領は戦争エスカレートで何十万人もの予備兵を招集し占領地の併合を発表しロシアの土地を守るために、えー、核兵器を使用すると繰り返し脅迫していると。今月ロシアは、えー、長距離巡航ミサイルとイラン製ドローンを使った新しい作戦を開始しを開始。 冬が訪れる前に、ウクライナのエネルギーインフラを攻撃しようとしていると。まあ、ここまではいいんですけど、あれですよね。だから、あの、なんとかね、あの、なんか汚い、だ、ロシア側としては汚い。爆弾を使って、いい、核の汚染物質ですね。それを大量にロシウクライナ側にばらまいて、でも、それで避難されたくないんで。ウクライナが作ってるんだ、ウクライナが使ってるんだということを一生懸命言ってると、こういうことなんですよね。だから、順番がちょっとおかしい気がしませんか。普通だったら、あの。 核を使っってかからね、そういういんんだった話は分かるんですよ。なぜプーチンは核を使わないもうお前ギリギリやろ <laughs> もうケツに火ついとるやんけなんでお前核を使わへんねんっていうところでこういう記事があるんですよ。これはねデイリースターかなこれの記事なんですけどねえプーチンをボタンを押してたって話なんですよね。まあ狂気のプーチン。 核爆弾を爆発させようとしたがクレムリンの神秘ょんによって妨害されると <laughs> こういう記事がありましてすごく面白いんで紹介しますね、えー、ウラジミール・プーチンは核兵器を爆発させようとして、えー、失敗したと言われているが、えー、それには、えー、彼の計画が内部の人間によって妨害されているからだとロシアの内部関係者は考えているとウクライナへの残忍な侵攻の際、えー、民間人を爆撃することにためらいを見せないこの、えー、邪悪な独裁者は 今月初めに2回のミサイル実験を命じたと考えられているがどちらも実施され,施されるには至っていない今月ねだから2回ねミサイル実験をすると言っていてそれが実際にはされていないだここが怪しいんだこういうことなんですよおかしいでしょなんか、えー、実験するよって言ってるけど何,何もない1回1回だけじゃなくて2回もそういう話なんですよねもうちょっと読み続けてみましょうか 技術的な問題や内部破壊工作の憶測を読んだがそれはマッド・ブラッド気違プーチでね気違プーチンにとって深刻な打撃となるだろうここ数日テストや実弾射撃訓練を示す NOTAM 航空任務への通知メッセージやロシア航空警報が、えー、教育が相次いでいるとしかしプーチンがウクライナで屈辱的な失敗を繰り返しているにもかかわらず大規模な実験が行われた形跡はないのだと。 ロシアのスパイや外交官が暗躍するモスクワの国際関係研究所の元教授で大統領の専門家であるバレリー・ソロウェイ氏はこう語ると先日核兵器の使用に関するプーチン大統領の決断は間違いなく抵抗勢力に直面するだろうその抵抗がどれほど効果的かわからないがこの2週間バレンツ海の水上とアルハンゲリスク地方の地下で核実験が行われるはずだったことを指摘しておく2回とも実験は行われなかった さらに1回回はは事故2回は偶然とということだしかしもし3回目の実験が同じように何もせずに,何もせずに終われば最高司令官の命令を履行しない妨害行為とみなされるだろうと。今月初め NATO が加盟国にプーチンが目次録的,的な水中ドローンポセイドンを搭載した原子力潜水艦「K329」「ベルゴロド」を配備したと、えー、警告する情報メモを送っていたことが報じられたと。 でこのロシアの兵器は巨大な核闘災魚雷であり敵の海岸線を破壊する放射の津波を引き起こすことができると一方ロシアのテレビ、えー、宣伝マンドミトリー・キセルフは、えー「ロシアは水中ロボットドローンポセイドンでイギリスを海,海の底に沈めるべきだと」と、えー、視聴者に語り「1,640フィートの、えー、津波を引き起こす」と述べたと。 300m か4 0 0ぐらいでしょうね、の、えー、津波を引き起こすと述べたと、まあ、こんな感じでね、だから明らかにやると言っていたのに何もなかったということは、結局や、実際、実際こうプーチン、ボタンを押したんだけど、う機能しなかった、で最初は誤作動で、一回はまた原因が分からないみたいな、そんな感じなんですよね。やっぱりね、プーチンの言うことをロシアという政府がだんだん聞かなくなってるっていう具合にも言えます。 でもねやっぱり僕はこう思うんですよ。もうだからプーチンが敗北するということはもう誰の意味わけらかなんですよね。あとはこの戦争をどう決着つけるかっていうことが多分重要だと思うんですよ。そしたらやっぱりねプーチン個人の責任が問われますよね。当然先般です。だから当然だから今度は東京裁判ニルンベルグニルンベルグ裁判今度はモスクワ裁判ですかで。そういうのが行われるんじゃないでしょうか。 そりゃあ、まあ、完全に死刑でしょうかいやまあそういうことになればですけどねいや,やっぱりそれにね皆さん連座しますかっていうことだと思うんですよだからこうプーチンがいくらボ,チボタンをプチプチプチッとしても全然うんともすんとも言わないっていうのは俺たちまで一緒に先輩にはなりたくないよとこういうことなんでしょうね。 そりゃあそううでしょうやっぱりカディロフさんとかねああいうとこなんか、まあ、ショイグさんとかもそうなんでしょうけどああいう,こうプーチンのインナーサークルですかインナーサークルの人たちはみんな軒並み縛、えー、りでではないでしょうか <laughs> やっぱりやばいとこまで来てるような、まあ、戦争が終わりですからねこういう楽しい話も出てええなとこう個人的には思うんですけどでもやっぱり核にはちょっと気をつけなあかんなと思いますねやっぱりプーチンがもううしてるというね。 押し、えー、てたらたまたまロシアの側で機能しなかったこういう話ですから今度は打てよとこうやって念を押して言われたらどうなるか分かりませんよねですからやっぱりこうそろそろやばいんちゃうかと、まあ、ロシアが去、ねえー、を打った段階でやっぱり第三次世界大戦に突入すると言われてもうんなかなか、えー、否定できないですよねですからかなり世界は10月は結構やばかったと、まあ、こういう話ですわ。 まあ、よろしかったら、イエローフェンポチョウ。そしてあの、チャンネル登録もぜひお願いしますで。サンクスがすごく助かってます。ありがとうございます。本当に助かってます。ありがとうございます。えー、またよろしくお願いします。ということで。じゃあ、今日はこれで失礼しますね。